アコースケ SHF34 の簡単発信とは、名前を呼んでセンターキーを押すだけで簡単にダイヤル発信することができる便利な機能です。事前に電話帳の登録、スピードダイヤルの設定が必要です。それでは設定してみましょう。待ち受け画面で電話帳キーを押します。呼びかけて発信したい相手を電話帳から選択します。電話帳キーを押してサブメニューを選択します。スピードダイヤル登録を選択します。センターキーを押して登録を選択します。これで設定完了です。実際に使ってみましょう。本体を開きます。音声で発信が表示されていることを確認し、名前を呼びかけます。センターキーを押してはいを選択すると発信できます。